こんにちは、小野田道久です。こんにちは、関隆です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします、はい、バックハンドも球が近いと。近い、はい、これ直していただきたいと。近いね、はい、特に片手の方が近くなる傾向にあるのかなっていうのをちょっとリアルスタッティに見てて感じます。なるほどね。まあ、ちょっとねフォアハンドに比べてもしかしたら苦手意識が強いとかちょっと経験値が少ないっていう方も多いから、うん、その感覚のね距離感が分かりづらいのかなとも察しはしますけどね、うん、見てると、うん、まあ我々のそのレッスン来ていただける方って、うんうん、結構片手の方やっぱそうですね、比率的にはそうですね、男性の方がほとんどなので、はいはい、まあ前で捉えていくイメージは我々こうやって持ってるんですけど、うん、振り遅れとかやっぱ近いと肘が抜けるとかね、はい、まあ、この辺の空間の話もちょっとしなきゃいけないのかなっていう感じはしますけども、うん、まあ僕グリップが相当厚いんでかなり打点は結構前で遠めのイメージがあるんですよ、はい、肘は伸びる感じ、肘はバックの方が勝手に伸びちゃいますね、うん、フォアはちょっとね、ね、曲がってる感じだったけど。でもここが、まあ、こうやった経験は、グリップ薄い時はあるんですよ、こうやって。でもグリップが厚くなってからは、ここはやっぱ回すんで、意外とこうまっすぐな状態でグリ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 こうやってる感覚はありますけどね。近いとなると、これがやっぱ抜けるので、それが成立しない。あと体が動く。できるだけちょっと遠めでこう捉えてるっていう感覚はありますけど、ここはどうですか、このテイクバックのところってこのプロ、この近めにセットする人、それともこう外目、ね、これもいろいろやってきたんですけど、うん、あでもやっぱ離れてるよね、昔はやっぱ、うん、遠くてすごいパワーを出そうと思って大きな振りにしたんですけど、うん、小さくやった経験もあるんですよ。ただこれは、うん、コートが速くて合わせられるときはパーンっていいんですけど、うん、大きな力出すときはやっぱりこの辺は多少こういう前後したりすると思います、うん、ただあんまりここでこういう風に手打ちになるとあんまりいいボールいかないんで、できるだけ肩が入ればここはある程度ナチュラルなセットアップの仕方になった方が、うん、ここであんまこうなったりこうなったりしないです、うん、でもここの距離感がやっぱり結局打点の距離感になりますよ ね、うん、なりますね。この僕なんかはもうバックに飛んできたって言ったらここの距離感のやつがそんなになんていうか、もちろんこの自分の近くに当然来るんですよ。最終的には自分の近くから出しては来るんだけども、あのスタートのところで決めてる。だからバックのスライスなんかも来たらもうこの距離感はまあこうやったりとかこう近づけたりは絶対しないようにしてる。フォアよりバックの方が巻きつくじゃないですか、はいはい、巻きつきます。フォアって右サイドでこうやってやってこうやってくるんですけど、はい、うん、バックの場合はやっぱり右サイド左サイドだけでこうやって打つっていうよりかは、うん、この1回ラケットダウンが入って、はい、ここから巻きつくっていう動きになっていくんで、うん、ちょっとフォアとバックの理屈は多少違う感じがしますけど、うん、横の距離よりも僕はこの前で捉えたいなっていう思いは、うん、やっぱり本当フォアはさ上に抜けれるって説明したけど、うん、バックは詰まったからって上に抜けれないから、うん、もう詰まった時点で負けになっちゃうじゃない、うん、どうしても、もうあと前で捉えようとしていけば、まあ、自然に体から離れていくっていう感じ、はい、でもバックの方がオープンスタンスで打つ人は、まあ、あんまりいないから、うん、右足が絶対こうやって入ってくるでしょ、うん、でこの時にボールが近いとやっぱりこの時点で調節できるのって踏み込んじゃったらここだけですもんね、うん、ここか、それとも倒しながらしかない、こうやってやるか、はい、どっちか、うん、だからまずこれあんまり動きがないように適正な、うん、まあ、この空間の距離感を上げてやるってことだから、うん、まず先端に当てるっていうことが、まあ、この先端への意識で右足で調整していくっていう、うん、そこで感覚をまず覚える、うん、学習する、うん、あこれぐらい距離遠いとここに当たるっていうのを何回かやっていくうちにだんだん距離感っていうのは合ってくるのかなっていう感じがしますけど、うん、ちょっと打ちながら行きます、はいはい、これでちょうど今真ん中ぐらいで、横の距離がもしかしたらフォアよりも近いかも、近いとこうなるな、そうですね、小野さん近すぎ、熱いのもあって近いんですかね、遠くなるとこういう感じかな、多分小野田プロ比較的近い方だね、うん、確かに巻きついてますよね、うん、かな巻きつかせてる、うん、近い、組み合える、はい、イメージは自分ではあるんですか、
巻きつけさせようとは思ってはいない。まあ、ここはこうなりますよね。こここう勝手になっちゃうんだけど、巻きついた方が加速がしやすいっていうのがあってなってる。なんか結構近いところから、うん、ああ、そう、ここでしょ、ここの、こうなった時でしょ。じゃあいいでしょ、普通に打ってもらって。まあ、うん、熱いのもあるから、はい、体をね、うまくはい、ちょっと開かせるんですよ。はいはい、右肩をこう、ぐ、は、っ、いはい、とこっち、右に持ってこないと。はい、で、ワウリンカとかすごい、はいはい、あの、いい意味で開くじゃないですか。はいはい、どちらかっていうと、横振りタイプ。そうそう、横振りのタイプだと思う。うん、横振りをこの、なんていうの、この、右、はい、回して胸がすごく開く。いや、多分柔らかさも持ってるから。でもイメージは完全に横向いてます。うん。でもそれ打つ瞬間でしょ？そう、でも打つ瞬間の後はうまく、そうそうそう、はいはい。開くというか。うん。だから腰はこっち向いてて、体はこっち向いてる。ですね。全部がこう向いてるわけじゃなくて、うん、でも近いと確かにラケットこうなったりしますね。こうじゃなくて、まあ、サンプラスとかそうやって打つんだけど、うん、ね、こうやって昔の選手ってこうなってましたよね。面白いんですよ、うん、あ、こうやって打つ確かに。でも万歳しましょう。いや本当そうなん、うんうん、あのいわゆるボールに対してちょっとこういうイメージじゃなくてこっちなの、はい、こういうイメージ。うん、だ高いところが打ちにくい、それは。はいはいはい、こう本当はこうしたいから。はい、高いところを、まあ、バックハンドのシングルハンドで高いところそんなに打たされたら負けなんだけど、はいはい、ここをうまく使う選手は、こう使ったりするね。なるほど。うん、ただ、これはあんまり、あの、なんていうの、かなり高度。かなり高度だから、はい、本当に世界でも何人かの選手しか。はいはいはい、でそこを打たされるんだったら僕はこっちの方がいいんじゃないと思っちゃう。それが落とせばいいんじゃないっていう話で、はいはいはい、そう、多分オンダプロよりもね、僕の方がね、多分ね、遠いと思う。どうだろう、この最初の、うん、遠い、なんとなく、まあ締め、こうちょっと横向きを保とうとしたらこうなる。うん、横、完全に今横ですけどね、うん、もうあえて、あえて自分をこっちに、向こうにさせて、うん、あの、こういうイメージ。そう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 、逆をつける、はい、うん、こうじゃないの、うん、片手で近くに突っ込んじゃう人は、はい、どうすればいいんですかね、意識的には。まあ、左足がまず近いっていうのがあるよね。このこういった時にもう左足がこう、あ、もう近寄った時点で左足を球のその延長線上に片手ばっかり入れてはいけないっていうこと。あの、前に踏み込むんだったらいいと思うんですけどね、はい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 、このもう完全にこう前に行きますよっていうんだったらいいと思うんですけど、まあ自分のところから左側に行ったらこの形でいいよね。うん、もう関係性としてはこれで全然、なるほどなるほど、悪くないよね。で戻ればいいから、はいはいはい、そしてもうこう思ってる方もいるかもしれない。あ、早く戻りたいから、はい、それで近くにあった方がこう戻るからって思ってる方も結構ボール出しとかやると結構多いかもしれない。後ろから前のイメージが強くなった方がやっぱいいっちゃいいんですよね、僕も。横って、うん、まあ走らされた時だからね、うん、やっぱり時間があるんだったら左入れて右入れて、うん、ただそのボールの後ろにっていう表現が後ろではないよなっていつも思ってるんですよ、うんうん、だってボールの後ろって、うん、これボールの後ろってここじゃないですか、うん、どうでしょう。でこれじゃ打てないから、うん、ボールの後ろじゃなくてやっぱり横、ここですよね、うん、ここってどういう表現したらいいんだろう。それで左足ここだもんね。そう、あ、まあ、やっぱクローズドスタンスがやっぱ基本にはなっていくんですかね。片手は、片手はその方が力が入りやすいよね、うん、片手は回す運動じゃなくてやっぱ開く運動を使っていくイメージの方が強いから、ここは頭が残った方が手が伸びやすいんですよね、こうやってね、うん、こうやっていくとやっぱ体が開いちゃうんで、開くんだったらちょっと横振りだよ、ね、横振りにしなきゃいけない。あのチームとかもそうじゃないですか、はいはいはい、こう横にガッツン振れる選手は、はいはい、近くてもいいと思うけど、はい、その代わり前後差の打点で言ったら絶対前だよ、うんうん、この後ろでは開けないから、開けないです、ね、これ開いたら真横行っちゃうから、はい、
相当差し込まれないように差し込まれないように。だから彼らは、うん、あのこう差し込まれそうになったら自分を後ろにさせるじゃないですか、自分の体を、うん、ね、うん、だもんね、やっぱね、こうなるよね。これちょっと出す位置を松田コーチ変えてもらっていいですか、うん、そこからクロスに例えば、うん、あのこの辺りに出してもらっていいですか。そこでもそうだね、このボールが来る方向によってさ、あの変わった時に、あら、なんかね、やっぱうまいこと打つんだよね、うん、このラインって一番近くなっちゃうじゃないですか、はい、この外から内に入ってくる、はいはい、僕結構引っ掛けちゃうんで、この辺はちょっと自由自在っす。あ、でも近くてもそれ やっぱ引っ張れるんだな、はいはい、今の根元に当たってね、詰まりそうな、そうそうそう、あの、ね、近さでしたけど、ね、入り方はもう松田さんの方飛びそうなの、はい、マジこっからこうそのそっからが早いのよ、そのガーンって一気に振るが天才的な手首の甲の感覚によって天才的なそう、あ、そうこっち向いてんだ、うん、だから松田コーチとしては怖いと思う、こっち向いてこうだもんね、やっぱり、あ、まあ、でもやっぱり見てるとやっぱりとはいえやっぱ最後のここの調整でやっぱ、うん、ラケットの先端側に当たってるから引っ張れる、ね、っていう先端がちょっと先端意識するとどうかな、こうなる、ね、ちょっとだけもうさ先端意識すると本当に先端に当たっちゃうから、ね、近いってなるとこれは逆に手で調節しに行ってる部分もあるから、この僕らやっぱこうできちゃうからやっぱり、まあここね、それ完璧じゃないですよ、はいはい、毎回セットアップが完璧でっていうわけじゃないんで、はい、この辺は多少ずれたりとかイレギュラーもあるから、うん、その辺はやりますけど、まあ、でも近いってことより、だからこれも ねフォア同様まず先端で当てるようにするっていうことと、やっぱりフォア以上に軸足の左は遠めに、片手の方は特に、うんうん、で両手の方だったらもうちょっと左手がつくわけだから、うん、当然この距離感っていうのは片手の人よりも近くなる、近いです ね打点も当然近くなるんだよ、うん、こうやってこうじゃないですか、ね、うまくね、この近いからといって窮屈にさせるんじゃなくて、うまくこの体をね、ぐ、うん、っと回す方を僕は両手の人はおすすめする。うんうん、スータチにチン。これさ、佐久間さん、こっちから動いてって、あ、まあいいんですけど、はい、こっちから動いてってもどう？この松田さんの正面ぐらいからわざわざバックで回り込むことはないんだけど、だそれぐらいの距離感でもやっぱこれちゃんと何て言うかな、打点の距離感を、うんうん、取れるっていうのは僕大事かなと思うんだよね、うん、だ練習としてはやっぱこの回り込みでちゃんと空間を、 ある意味そのフットワークの練習的には、はい、ちょっとでいいと思うんですよ、これそれぐらい距離出すと結構しんどいし、はい、だからこの辺りでいいと思う、もうこの 1,2 歩でいいと思う、このもっとね、もっと近くてもいいかもしれない、うん、でうまくあのやっぱり先に離れておいてちょっと踏み出すが、まあ、この踏み出す方向が右側に行ってもまあいいよね、そのボールの距離感をやっぱり調節するっていう練習だから、うん、おお、いい間合いじゃないですか。もっとこう行ってほしいな。釣り鉢状の、そう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 。最初に一回下がりながらテイクバックした方がいい。ちょっと膨らむ感じだ。ここからこっちに行った方がいい。もっと余裕持って。こう。そう。真横じゃなくて膨らんでこっち、うん、後ろから来た方がいい。少しだけ、少しだけ膨らむことで、そうそう、最後に。あの調節できてればいいんだから急ぐ必要はないと思う、言うほどボールなんてあの速くないから、こういう練習の時はそう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 、うん、焦る必要ない、そうそうそう、下で打ったっていいんだし、ラストいきましょう、そう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 、
だこういう手出しの時ってなんかボールをバウンドして早く打たなきゃと思って急いでいこうとするから、はいはい、ゆっくりのボールなんだからゆっくり確実に動いてちゃんと調節した方がいいよね、はいはい、この打点の、あの調節だったり横の距離もそうだけど前後のところとね、それによって軸足をどこにセットしてじゃあ踏み込みますかで踏み込んだ時の最後で合ってればいいわけだから、そんなに僕は急ぐ必要はないと思う、うん、確かに結構まあたまにもよるんでしょうけど、うん、やっぱこの意識すごい強かったんですよ、ですけど真後ろじゃなくて、まあ、ちょっと距離があるところにセットしてあげるっていうのは、うん、まあ、最後非常に落ち着いてできる気がします、うん、最後右足で調整してもいいじゃん、はい、調整してもう倒れながらだったら倒れればいいし、うん、倒れながらでもうまくやればいいし、僕はなんか近い方が、はい、ちょっときついよね、ミスショットになりやすいですよね、リアルスタイルにこうやってラリーしてるときに、そんなに横に行ってない僕らのボールをいきなりトップスピードで追いかけちゃうから、あ、来たと思ってガンと追いかけちゃうからもう近くなっちゃって、うわ近いどうしようってなってもう触れないってことになるから、あ、このぐらいの距離ねって分かってからゆっくり動いてって遠いなってぐらいの方がいいんじゃないかなと思いますね、うんうん、まあ、ちょっと感覚、はい、少しまたトップに当てるイメージちょっと持ちながらぜひ練習をやってみてください、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。小野田プロと高尾プロがアンバサダーを務めるザラストさんの今日は手首のサポーターをご紹介していきたいと思うんですが、テニスの場合はもうラケットを持つ、もしくはそのテニスだけじゃなくてやっぱ手首痛めると日常生活もちょっとね辛いなというのは僕も経験があります。ラケットを持つ時の感覚ですよね、グリップのそのフィーリングだとか握力とか、最近はこの両手打ちの選手が多いので左を痛める選手は結構多いですね、はい、まさにリコがですね左の手首をジュニア時代に痛めたことが、はい、うん、半年ぐらい手首の怪我で悩まされてたんですけど、ドムフトのサポーターに出会ってだいぶその衝撃の負担が軽減されて、このサポーターにはすごく助けられました。ドムフトさん、手首のおすすめサポーター3つあるということなんですが、はい、このミストラフトという親指にですね、かけるタイプで、はい、すぐ簡単に装着できます。サポーターの一番の特徴はやっぱり親指引っ掛けてすぐに、はい、自分の好きな欲しいと、うん、サポートのところに持っていける、うん、一番気になるのはラケット持って気にならないのかと、はいはいはい、グリップを持っても、はい、実際にグリップが本当にこの親指の付け根のところだけなんで、もちろん慣れは必要です。多分やってみて、あ、グリップチェンジ大丈夫とかっていう風になってもらえると多分全然問題ないと思います、はい、そして2つ目のザムストさんの手首のサポーターなんですが、このリストバンドという種類でして、ツインストラップ構造といいまして、まあ、この2本のバンドを締め上げることによって手首の負担を軽減することができると、メインファスナーと言われる広い箇所で止められるので装着も簡単ですし、プレーの合間とかに自分の感覚に合わせて締め直せると、はい、2つあることで、はい、ちょっとこう上側と下側とちょっと変えたいなとかっていう時に多分いいんじゃないですかね、これね、はい、ピッタリしますね、うん、はい、そして3つ目なんですけれども、フィルミスタという手首のサポーターでして、名前の通りフィルムのように薄く安定感をもたらす新世代サポーターという触れ込みでして、 FS テクノロジーフィルムスタビリティテクノロジーという特許技術を使用しておりましてですね、伸縮性の違う2種類のウレタンフィルムをですね圧着して薄さと強さ、さらに高いフィット性を実現したと前になかった、サポーターになっております、はい、生地も薄くてちょっとこうカチッとしてるような感覚があるので、従来のものよりかはしっかり感が欲しいなっていう方はこっちの方がいいのかなっていうふうに思います、ちょっとテーピングに近いかも、ね、この感じは、うん、フィルミスタリストラップ、はい、リストバンドと、まあ、3種類の手首のサポートありますけれども、うん、まあ、多分手首繊細な分どう言いたいかとかどういうところをサポートしてほしいかって人それぞれ違うと思うんですよね、うん、どれが一番いいというわけではなくて、うん、少しずつ特徴が違うので皆さんちょっと自分に合うものを探していただければなというふうに思います、はい、概要欄の方に詳細載っけておきますのでぜひチェックしてみてください。